それでは、情報抽出 と、知識獲得について、自然言語処理研究室 B さんの福島が発表いたします。今回参考文献として使用したのは、以下の 文献になります。で、概要として、情報抽出と知識獲得っていうのは、構造化されていないテキストから情報や知識を自動的に取り出す技術ということで、明確な分類はないんですけど、一応教科書の方、その文献の方では、情報抽出が、固有名や特定のイベントなどについて扱う、知識獲得は一般的な知識を扱うということになっています。で、まず情報抽出として、固有名とイベントで、呼称が変わっていて、固有名の方だと、関係抽出ということで、これは、固有名の情報属性から、それらの関係性を習得するという技術です。まず例として、下のような文章が、あるとすると、そこから表現パターンとして、このように、会社の、何々社長っていうパターンと、会社の括弧所在地っていうパターンを仮定して、このような文章があったら、抜き出すということで、例えば、下の表現パターンだったら、A 電機の括弧京都市ってなっているので、会社 A 電機っていう会社のところに、所在地として、京都市が入ります。そして、上のパターンだと、A 電機の、田中一郎社長ということで、会社の社長っていう関係性が、取り出すことができます。そして、この属性分けを知ったことによって、下のように、A 電機と田中一郎との関係が、会社の社長っていう関係を持つことが分かります。で、次に、イベントのことについてということで、イベント情報抽出で、あるイベントについて関連する重要な項目を取り出すということになっています。例として、下のような文章があるとすると、表現パターンとして場所で、何々の病名の、感染が広がるっていう文章を取ってくるとしたら、上の文章から、場所が東南アジア、そして病名が、デング熱ということで、感染症流行っていう文章からこの文章を取ってきたとして、そうすると、病名のところにデング熱、場所で、東南アジアってなってます。この時期についてはまた別の表現パターンで、別の文章から取ってくるっていうことになってます。で、これらの情報抽出の利点として、表にまとめられている情報であるから閲覧しやすいということで、先ほどのスライドで言うと、病名と場所と時期が、明確に表として分けられているので、情報がとして見やすくなっています。次に検索に活用できるってことで、例えば、B 商事の商品を探したいということであれば、製品っていうトピックの中から、メーカーで B 商事となっているところの、製品名を取り出して、その提示してやる検索の結果として提示してやればいいということなので、検索がしやすくなります。他にも利点は、多分あると思います。しかし、先ほどの、この表現パターンとか、どのようなものを取り出すかっていう、テンプレートなんですけども、それを、人手で作成するのはコストがかかります。なぜなら、こういう表現パターンっていうのはいろいろあって、さらに言えば感染症流行といっても、いろんな項目があるので、どれが重要かっていうのをその人手で判断しないといけないので、大変だということになります。で、
そのために、言語処理的に、テンプレートと表現のパターンを自動学習するということが、まあ情報抽出の自動化するにあたって必要となってきます。で、まず表現パターンの自動抽出についてということで、まず最初に、具体的なペアをこれをインスタンスするんですけども、まあ、それの、いくつか用意して、まあ、それをシードデータとして、あるコーパスに、それを、入れてやって表記するパターンを表現パターンを獲得していきます。それで獲得した表現パターンからまたそれをコーパスに入れてやってそれに表記する新たなインスタンスを獲得して、その新たなインスタンスからまた表記する表現パターンを獲得していくっていう、まあ、その繰り返しで、インスタンスと、まあ、表現パターンを獲得していくという方法になります。まあ、こういう戦略のことをブートストラップと言います。で、先ほどの例として、まず最初に、人手で A 電機と京都市、B 商事と大阪市っていうものを用意して、それをあるコーパスに入れてやると、例えば A 電機は、京都市にあるとか、B 商事は、大阪市にあるというか、そういう表現パターンが得られて、まあ、下のような、例えば、A 電機の所在地は、京都市とか、そういう表現パターンが得られるので、それをパターンとして集合に入れて、集合にまとめて、次にまた、こういう表現のある、こういう表現になっている、ものを探してインスタンスするので、つまり、例えば、C 自動車っていう会社が、大津市にあるとか、そういうものが、コーパスの中でまた見つかっていって、インスタントしてまた D 電機とか D 電機は大阪市とか、そういうインスタンスを新たにインスタントして獲得して、さらにそれをまたパターンコーパスに入れてやって、今度そうするとまた別の表現パターンが出てくるので、それをまたパターンの集合として入れてやるっていうような手法でどんどん続いていくことになります。その関係抽出の手法として、まあ、エスプレッソという方法があって、良いパターンには良いインスタンスを取り、良いパターンは良いインスタンスを取り出し、良いインスタンスは良いパターンによって取り出されると仮定した上で、パターンの信頼度とインスタンスの信頼度を計算して、その信頼度の高い方から、抽出するパターンとインスタンスを、決めていくということになっています。なお、まあ、インスタンスの初期値の信頼度は、まあ、1と出で用意するので1となっています。そして、次にその数式なんですけれども、まず、最初に、まあ、インスタンスからパターンを獲得するので、この計算式の通りに計算してやって、インスタンスを計算していって、まあ、その獲得するパターンの信頼度を計算して、その信頼度をまた使って、インスタンスを獲得するので、その獲得したパターンからまたインスタンスの信頼度を計算して、インスタンス信頼度によって、インスタンス獲得するインスタンスを決めてっていう、まあ、この2式の繰り返しとなっています。それで、その式中にある PMI っていう値なんですけども、このような、式とな PMI はこういう式となっています。なお、MAXIMP っていうのは、ちょっとスペル間違ってますけど、MAXPMI っていうのは、PMI が取りうる最大値で、PMI の、その式の中にある、I と P の、まあ、絶対値については、まあ、それぞれコーパス内でどれくらい頻度で出現しているか、そして I と P は
の絶対値は、コーパス内でどれくらい供給されているかっていうのになってます。また、R パターンと R インスタンスの、下にある I 大文字の I と P の、絶対値についてはそれぞれの要素数となってます。でちょっと待ってください。次に、テンプレートの自動学習ということで、あるトピックに関する文章を大量に収集して、まあ、類似する文章の対応付けをすることで、まあ、同義表現パターンを獲得するということになっています。まあ、そのトピックに対してトピックの文章を大量に集めてきてくるので、まあ、その中で、まあ、表現パターンが高品質なら、重要な項目であるとして、テンプレートに追加していきます。例として、まあ、トピックが、感染症流行ということで、それらの文章、それに関係する文章を集めてきて、例えば、ある文章では、デング熱が、東南アジアで大流行している、ある文章では東南アジアでデング熱の感染が広がっているってなっているならば、特に類似する文章なのだとして、その対応付けをするので、デング熱と東南アジアと、東南アジアとデング熱っていうことになっているので、そこから X が Y で流行していると Y が X で流行しているっていう、感染が広がっているっていう、表現パターンが得られるので、まあ、そこから、感染症流行として、病名と場所が重要だとして、このようなテンプレートになります。で、もう一つの知識獲得という方で、これは文で表現される出来事や状態、まあ、それを時代と言うんですけども、まあ、それを一つの単位として、時代間の関係を考えるということです。例えば、その時代の関係が同義の時は、まあ、文体が似ているなら句として考えて出現文脈の類似度から同義性や類似性を求めることができます。例えば落ち込むと冷え込むっていう、まあ、言葉がありますけれども、これに景気という言葉を付け出して、まあ、句にしてやると景気が落ち込むと景気が冷え込むで同じ関係が同じ分類になりますけど、同じような表現になりますけれども、これを考える上で、この景気が落ち込むと景気が冷え込むっていう、表現が出てくる文章を探して、その文脈の、どういう文脈から出てきているかっていうのを調べることで、まあ、これ景気が落ち込むと景気が冷え込むが類似しているかっていうものを求めることができます。もし文体が似ていないなら、まあ、先ほどのようなデング熱が東南アジアで大流行している、東南アジアでデング熱が流行しているなど、まあ、そういった文体が全く違う文章でとなっているので、まあ、こういう方法を使って、まあ、関連性を調べることができます。で、次に、関係が因果関係や時間関係の時はよく表記されることを利用して、まあ、関係を習得することができます。例としては、転んだら、まあ、骨折をするっていう因果関係と、まあ、朝起きたら次は何するかっていうので顔を洗うっていう、まあ、時間経過なんですけども、それはよく文章で、朝起きたら次顔を洗うというような文章や、まあ、転んだら骨折するっていうような文章が、文章に、まあ、表記されることが多いので、まあ、そこから事態間の関係を獲得することができます。次に、日本語で、まあ、時代間知識を獲得するにはということで、日本語
語は省略が多いので、まあ、実体感知識を獲得するには、品質する文集語を対象にして、まあ、知識を獲得していかなければなりません。例えば、こういう文章、3つの文章があったとして、彼が拾って警察に財布を拾って警察に届けた、財布を拾ったので警察に届けた、ドライバーが財布を拾って届けたと、まあ、どれか1つ要素が省略されているっていうのは分かります。例えば、真ん中の文章だったら財布を拾ったので警察に届けたということで、上の文章と比べると彼っていう主語が抜けていますし、下のドライバーであれば、どこに届けたのかが省略されているっていうことになりますけれども、この3つの文章から、まあ、似ているということで、X が財布を拾ったら、まあ、X が財布を警察に届けるっていう事態感知識を獲得するということができます。で、次にスクリプトというのがあるんですけども、まあ、これは、まあ、ある状況で典型的に起こる一連の出来事を記述した知識のことで、まあ、例えばレストランの食事であれば、レストランに入って席について注文をして料理を食べて支払いをしてレストランを出るっていうような、まあ、典型的に起こる一連の出来事について記述されていることが分かります。で、これを獲得するには、例えばレストランに入ると席に着くっていう関係を抽出して、まあ、類似を考慮しつつ、統合するということで、まあ、今度は席に着くと注文すると料理を食べるというのを、まあ、時代間関係を抽出していって、それを統合することで、まあ、スクリプト的な知識を自動学習で獲得することができます。で、今回の発表内容として、今回は、情報抽出ということで、関係抽出とイベント情報抽出、表現パターンとテンプレートの自動学習、知識獲得に関しては2つの事態間の関係抽出とスクリプトについて発表いたしました。これで発表を終わります。